ただ、まあ、当時では要するに、まあ、いわば無理筋のというような事件でも、その摘発しなきゃいけないような、摘発して、まあ、社会的に抹殺されちゃいましたよね。抹殺しなければいけないような、まあ、そういうようなその動きを検察取消権でやると、また マスメディアなんかも結構、村上ファンドとかライブドアを徹底的に悪人というふうにしましたよね。あのファンドが悪人だったのも、あれがあのせいだというふうに言われてますけれども、ただ確かに、額に汗して働くのがバカバカしいと、金融的なテクニックを使って、巨万の富を得るということで、そうやってそのうまく生きていかなきゃ損じゃないかというような人たちばっかりに経済社会になってしまうとですね、やっぱ本末転倒というんでしょうか、そういった企業人というものをやっぱり世の中は求めていなかったんだというふうに思います。実はその前期の三菱自動車の事件であるとか三菱の事件は、これ両方ともそもそもは法令違反ではなかった、今回のパナマ事件も同様というふうに書かせていただきましたけれども、まあ、厳密な意味ではその業法違反というところではあるんだと思いますけれども、その法違反自体はそんなにその罰則ですね、罰則と照らし合わせると、いわゆる殺人罪を犯しちゃいましたとかですね、何百億というですね、会社を流用しちゃいしまいましたと、それに対してこう懲役何十年ですとかっていうものに比べるとですね、要は微罪というふうに言ってもいいような事件なわけであります。そういったその微罪とも言えるような事件でもですね、あれだけ大きな騒ぎになってですね、会社の存続が危うくなるというような、そういうような世の中になりつつあると、これは実は金融ビッグバン以降のですね、その企業社会というものの、まあ、企業をめぐるその、まあ、環境というものの変化なわけでありますけれども、繰り返しますけどね、昔は高度成長の時代というのは何て言うんでしょうかね、ちょっとぐらい法令違反、環境問題に反してですね、何て言うんでしょうか、環境をこう破壊なんかしてもですね、まあそれは仕方がないと多めに見てもらえるという風土ってあったんじゃないでしょうかね。むしろそんなこと言ってるよりも、もしかしたら今の中国がそうなのかもしれないですけど、まずはみんなが食えるようになるということが重要で、食べられるようになるということが重要で、ちょっとした法令違反には目をつぶるというような時代だったというふうに聞いておりますけれども、やっぱり今のその金融ビッグバン以降のバブル崩壊以降のその成熟した社会においてはですね、こういったそのちょっとした微罪であってもですね、法令違反をその組織的にやっている会社というものに対しては、まあ、世の中が厳しい目で見るようになったと、まあ、そしてそういったそのリスクを抱えている会社というものは、やはりその証券市場という観点からしてみても危ない会社というふうに捉えられるようになった、リスクが極めて高い会社というふうに捉えられるようになったんだろうなというふうに言えるかと思います。まあ、そういった中でその括弧を読んでありますけれども、突然死、そういったその企業がそのコンプライアンス違反が発覚してですね、突然死んでしまうと、突然そのもう大きなスキャンダルに遭ってしまうということを避けるために、防ぐためにできたのが、いわゆるその内部統制という考え方なわけであります。これはどういうことかというふうに言いますと、まあ今パナマの事件もそうですし、キリス人営業の事件もそうですし、三菱自動車の事件なんかもそうですけれども、まあ、会社がその法令違反を犯してしまうわけですけれども、逆に言うとその会社がその法律違反を犯さないというのはどういうのかというふうに考えてみるとですね、これってその大会社になれば大会社になるというそうなんですけれども、組織ぐるみでその法令違反を行うような組織なのか、それともその組織ぐるみとは言えない、単なるその現場で起きた法令違反というふうに言えるかの、まあ、差がなわけであります。つまりその皆さんいかがですかね、そのちょっとお気づきいただきたいのはですね、その三菱人形の事件とかもそうですし、例えば日本ハムの事件なんで皆さん記憶にありますかね、支店のその子会社のその部長さんがですね、 BSE 問題というのがあったと思いますけども、国産牛肉を国が買い上げてくれるという制度をうまく利用して、海外産の牛肉を国内産の牛肉だというふうに強くて国に買い上げさせたという事例があったと思います。
まあ、1000万円程度のその利益がそれで出たわけですけれども、皆さんこれちょっとお感じになっていただくと、そのそれぞれの高校っていうのは別に会社のトップが指示してやったわけじゃないんですね。一般も大越さんでしたけど、その社長さんがじゃあそういうことをその組織ぐるみでやれという意味で現場でそのそういったその詐欺をやったかというとそうではないんですよ。生き死人魚の事件なんかも結局、まあ、あれ大阪の大使工場というと、北海道の大使工場というところで起きたんですけれども、それも現場の工場でそういうその、まあ、不徹底な管理がされていたと。トップ社長がそういったものをあの指示してたわけじゃないんですね。あの会社のトップ自らが例えばロッキード事件とかあのリクルート事件というのはそのトップ自らがあの政治家に賄賂を渡していたという事件ですけども、まあ、それがその組織ぐるみというか企業全体の問題として捉えられるのは、まあ、それはそれで仕方がないと思うんですけれども、今申し上げたようなその現場で起きた事件、これがその組織ぐるみだと、あの当時でも報道をあの思い出していただきたいんですけども、結構組織ぐるみだというふうに捉えられると思うんですね。それはなんで組織ぐるみだというふうに捉えられちゃったかというふうに言うと、まさにその組織ができてなかったからです。要するに現場でそういう違法行為が起きないようなチェック体制というものが会社で捉えていませんでしたし、逆に言うと実際にそういう事故が起きてしまった時に社長さんがきちんとその隠蔽をせずにですね、あの時隠蔽しちゃったんです。隠蔽せずにすぐこういったことが現場で起きてしまいました。ただこれはその極めて遺憾であって申し訳ございません。すぐこういう形でその再発防止策を取りますというふうに言っておけばですね、これは単純に現場で起きた組織ぐるみの問題とは捉えられなかったわけです。つまりその昔はトカゲの尻尾切りなんていうのが言われましたけれども、トカゲの尻尾切ろうと思ったらトカゲのシャッポが切られてしまったと。つまりコンプライアンス、企業がその法律などを守っていくということは、社長さんがトップが単に介護をかけてればいいということだけではなくてですね、きちんとその現場まできちんとチェックできるようなそういう組織づくりをしているかどうかということが重要なわけであります。で、まあ、そういった中でその過去でガバナンスは何かでありますけれども、ここでまあ株主による株主を意識した企業統治というふうに書かれてますけれども、まさにそのコンプライアンスとの絡みでいうと、そのきちんとそういったコンプライアンス、そのコンプライアンスを実現するための内部統制の組織づくりというものをきちんとしていますよと、これは当然経営者がやらなければいけないんですけれども、その経営者がこれ誰に向かってきちんとこういうことをやってますよということを言うかというと、株主に対してきちんとそういうその仕組み作りをしていますよということをアピールしないといけない時代になる。でアピールをしてそういうことをちゃんとやってるから、次の年にも次の株主総会でも自分を選んでくださいねと。つまりそのコンプライアンス、内部統制ということが、まあ、いわばその重要な政策課題、経営課題になってですね、それを株主に対してきちんと説明をして、でそれに対して株主が信任を与えるという、こういった株主と取締役との緊張関係というものが、そのガバナンスとして求められるようになってきたということが言えるわけであります。あの具体的には東京証券取引所ですと、具体的にはその会社法ですとですね、こういったの内部統制をしています、コンプライアンスを実現していますというものを、皆さん株を買われたいますかね、株を買われると年に一度株主総会の前に招集通知が来ると思うんですけれども、招集通知の中にきちんとですね、当社ではこういうふうにコンプライアンスに取り組んでいますということをちゃんと書いてですね、株主に開示しなきゃいけない。まあ、さらには東京証券取引所ではですね、その企業行動規範というのが決まりがあってですね、きちんとその東証2社の上場している会社はこういったそのルールを、コンプライアンスルールを守ってですね、守っているということを誓約書を書いて、で投資家株主に対して開示しなければいけないというような制度になっているわけであります。
そろそろ時間に回ってまいりましたので、ちょっと急ぎ出してあのお話をさせていただきますが、まあ、そういった中で、その、まあ、テアローズ東京国際図書の事例というのをちょっと済ませさせていただいて、そのこの流れは普遍なのかでありますけれども、正直なところ、この流れは普遍であると思います。経営者がそういったそのコンプライアンス、ガバナンスということに対して、まあ、そのどういうその適正な運営をしているかということを可視化する、見える化して、まあ、いわば可視化するということは、まあ、いわば説明責任というふうに言い換えてもいいと思いますけれども、まあ、こういったことを果たさなければいけないという流れというのは不変だと思います。これはなぜかというふうに言いますと、もう今更高度成長の時代には戻れないからであります。要するに誰が、ね、まあ、今の中国がもしかしたらそうなのかもしれないんですけども、どん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 右肩上がりにですね、どんな事業をやってもですね、どん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 こう伸びていくと。で、まあ、まだその家計も、一人一人のその個人もまだまだお金持ちの人とお金持ちじゃない人がいて、で銀行がお金を集めて、銀行が会社に対して責任を持って、融資をするという時代はもう終わりを告げております。だからそういう時代であれば、昔は会社は、まあ、直接個々の株主に対してというよりも銀行に対して、銀行に対してだから決算書なんかを開示してですね、でもし本当に潰れそうになったら銀行管理になって、で銀行がメインバンクが会社にその経営を入れて立て直しをするみたいな、そういう銀行のガバナンスが働いてたんですけども、今は銀行だけじゃその企業の金融って持たなくなりましたので、株主に対して直接その株主から直接そのお金を集めるということをやらないとお金が集まらなくなる。そういう時代からすると結局より広くよりオープンに株主に対して自分の企業経営というのは適正ですよと、コンプライアンス違反してませんよと、そういうことをそのかつ説明をして可視化して説明をしていくと、こういう流れというのはもうおそらく変わらないんでしょうということが言えるかと思います。でちなみにファンドというのはどういう立場かというふうに言いますと、要はあのちょうどその銀行がもうお金を貸せません、直接お金を貸せません、そういう中でじゃあ個々の皆さん一人一人がそのどういう株に買ってもどういう株が一番いいのかというのがよく分かりませんという中でですね、銀行の方にお金が行っていると、そのお金をですね、私はお金のある投資家がですね、直接どの会社にお金を株をその投資しているか分からないという時に、よりリスクの高い立場でですね、そのファンドというのがそのお金を取りまとめて、でもってそのファンド投資をすると、いわばその銀行とその個人のちょうど中間にいるようなミドルリスク、ミドルリターンを取るような金融プレイヤーというのがファンドだというふうに言います。ですからこれはこれでまたその必要な存在だというふうに言われていて、まあ、なんて言うんでしょうかね、完成ファンド、なんていうのもありますし、日本政策投資銀行が作るファンドなんていうのもありますし、大手の金融機関が銀行がお金を入れているファンドなんかもありますし、まあ、そういうところがよりそのリスクの高いとですね、逆にその自分たちがお金をその企業に入れてですね、で、まあ、村上ファンドみたいにこうなんていうんでしょうか、の投資行動みたいな高い配当を残せたらですね、そういうやり方じゃなくて、まあ、自分たちはその会社経営に対してもって文句を言いますよ、ここのところがちょっとリストラが足りないんじゃないですか、ここのところが無駄遣いしてるんじゃないですかというその経営の監視もしながら企業の業績を上げて、でもってその後その融資を回収すると、投資を回収すると、そういうような中間的な存在としてファンドというのは今その必要な存在になっているというわけで、またかなりそういったそのいいファンドですねというのは、悪いファンドというのは結構最近こういわゆるアクティビストファンドというその物言う株主みたいなものがだんだんこう活動がだんだんそのできなくなってきているというふうに昨日日経新聞で書いてありました。